ようございます。少々お待ちください。セッティングをしております。よいしょ、暑い、蒸し暑い、非常に。明るいのかな、今どうなんだろう。明るいのかしら。あれ、なんかネジ取れてるな。ちょっとこのスマホを立ててる三脚もちょっと不安なんですけど。どういうことすぎる。なんで急にそんなことになってんの。あだ、ちょっと待って、マジでごめん。あのベタ、ここの家はまずどこに行ったっていう話だし、やばい、どうしよう。なんで、どうしたらいいのこれ。ちょっと待って、やばすぎる。まあいっか、これで一旦ちょっとなんか昨日は行けてたのに、なんか今日になってダメになるとこある。あ、でもまあ別に大丈夫そうではあるけど、また傾いてるな。え、やばすぎ。あ、間違えた。ちょっと待って、こうか。はい、こんにちは。めっちゃ傾いてるじゃん。なんで、どうしたらいいの。え？え？なぜ？調整していたにもかかわらずなぜ？こんな感じな？ああ、いいんじゃない。ああ、暑い。すいません。ちょっと待ってね。テロップを先に打ちますね。よいしょ。よし、いけてます。こんにちは。すいません。遅くなりました。ガウさん、オルニストさん、音速の聞こえさん、バンフィーさん、ミホちゃん、ミャーさん、カピオジさん、アツヒロさん、ユージュンさん、スズヒトさん、おはようございます、こんにちは。お豆腐さん、ハートありがとうございます。小ギツネさん、モカニャンワンさん、ダイスさん、カツトシさん、こんにちは。カピオジさん、キスマークありがとうございます。カピオジさん、お手紙もありがとうございます。おバカさん、こんにちは。鈴人さん、ハートありがとうございます。紅茶もありがとうございます。カピオリさん、だるまありがとうございます。みほちゃん、お手紙ありがとうございます。ポコさん、スエンさん、シュウさん、こんにちは。ジュンくん、白いアルパカさん、こんにちは。天使さん、だるまとグッドありがとうございます。ドリーマーさん、ピーナウさん、未来さん、シュガキさん、ミミーさん、ヨッタさん、ガタジェさん、こんばんは。こっちはめっちゃ雨。あ、ほんと、なんかこっちも降ってる？降ってないぐらいだけど、すごい蒸し暑いんだよね。慎太郎さん、こんにちは。しわきさん、キスマークとラブレターありがとうございます。お手紙か。ヤギヤギさん、箱押しさん、こんにちは。お待たせしました。しゅうさん、だるまありがとうございます。まあ、いつものようにメイクをねしていきますが、暑い、とにかく
さっきドライヤーしたってのもあるのかな、私。よいしょ、暑い。ヤギヤギさん、キスマークありがとうございます。もう今日と明日しかない。なんか昨日あのタイムテーブルのさところにも多分書いたんだけどさ、今日と明日しかないんだもうって思って、イベントが意外と早い、びっくりしてる。あっという間なんだよね本当にイベント期間って。え、そうだしさ、なんかあの平日基本さイベントってさ月曜日に始まって日曜日に終わるじゃん、次の日曜日に終わるじゃん。だからさ、なんかそれじゃない、その平日始まり平日終わり、今回みたいな木曜始まり水曜終わりみたいなやつとかってなんかあっという間に感じるんだけど、なんでなんだろう。サトシオンさんこんにちは。ゾウキンさん、初見さんこんにちは、ありがとうございます。チョコミントさんこんにちは。ね、感覚の問題だろうね多分。いつの間にか始まった、確かに。いやてかさ、今回のさイベント私がマジで急すぎたからね、出ますって言ったのが。ひささんこんにちは。そうなんかさ、全然なんか前々から決めてたわけじゃないじゃん。そう当日だった。ハクロウさんこんにちは、ハートありがとうございます。いやそうなんよ、そうだからなのにみんなさめっちゃ力を貸してくれて嬉しい、めっちゃくちゃ。はい、松さんこんにちは。ライスさんこんにちは、流れ星ありがとうございます。ヨッタさんラブレターありがとうございます。お手紙シリーズがねいっぱいあるんだよね今ね。なんかあのおでこのさ肌荒れがさすごい気になってはやだって昨日の夜とか話してたんだけど、でもあのマシになってきた、スキンケアとかちゃんといろいろやってるんだけど。ライスさんキスマークありがとうございます。ミッミーさんお手紙ありがとうございます。正直今回皆さんはね、どうだろう、わかんないけど、でもすごい嬉しいよ。はにゃあった、ライスさんお手紙ありがとうございます。ミッミーさんキスマークありがとうございます。ファンデーションモーコンさんこんにちは、こんにちは。めぐみのさんこんにちは。カズさんこんにちは、カズチンさんこんにちは。そうそう嬉しいですよね本当に。お誕生日もね近いんですけど、誕生日部の方が本命って言ってたけど、正直こっちも捨てがたい状況。いや本当にそうなのよ。グレースオンリーさん、初見さん、はーい、あいまつさん流れ星ありがとうございます。いや本当にそうなの。今さ、今私3位で、2位の方との差が25万ぐらい、結構離れてる、結構離れてるっていうか、まああのい何ここまでの点差よりは離れてるけど、でも一番最初私がさずっと4位で3位に上がった時の2位の方までが多分それぐらいだったんよ確か。そうだからまあ何があるかね本当にわからないから、最後までイベントってね絶対大丈夫だと思っててもさパーンって抜かれたりとかも全然あるし、そう
ね、何が起きるか分かんないからね、まあ、とにかくなんかこのイベントはさ、とにかく最後まで楽しむ。ウェットティッシュめっちゃ乾いててただのティッシュなんですけどあの最後まで楽しむっていうことをあの最優先にやっていきたいのよ、私的にはね。だからまあ楽しくね、あの毎回大抵にも書いてるけど楽しく1位をね狙っていけたらいいよね。そう、まあ1位じゃなかったらしょうがない、もうそれはそういう時もあるそういう時もある。 HSK さん、スケイラさんこんにちは、シンクレアさんこんにちは。誰も出ない店長意味おもろ。やっぱさ配信者ってさ、なんか配信者一本でやってる人ってさ、なかなかさその応援してくれる人とさ会える機会がないじゃないですか。なんか私はさありがたいことにさそうやってね、なんかあのイベントとかやらせてもらったりとかさ、あのお誕生日あのお祝いしてもらえる機会があったりとかさするからまだあれだけど、じゃないとさもうただ本当に他の活動をしてなくて配信者としてやってますって人ってさ、応援してる人も会いたいけど会えないし、その配信者側があの応援してくれる人に会える機会作りたいなって思っても、やっぱさなかなかさ会なんか会場を抑えたりとかさ日程ね調整したりとかいろいろさやらないといけないことがいっぱいあってさ、絶対大変だしなかなか難しいところもあるじゃないですか、ね、ある程度やっぱスタッフさんとかさいないとさ警備の、ね、面とかでも危ないし、そうだからなんかやっぱりさね、あのファッション系とかそういうのも結構競争率高いけど、やっぱりねそういうなんか会える系のイベントってね配信者としてはね欲しいところですよねって思っちゃう。ティッシュだった、マジで今びっくりした。シジュウカワさんこんにちは、アフヌンクマちゃんありがとうございます。ごま豆腐さん、塩爺さん、もりもりさんこんにちは。塩爺さん、キスマークありがとうございます。渡り鳥さんこんにちは。そうだ、アフヌンクマちゃんもティーパーティー要員だ。そうそう、紅茶とかもねあるからね、もう何が何だかって感じ。新しいギフトどんどん出てるってこと、どういうこと、何が期間限定なの。渡り鳥さん紅茶ありがとうございます。高見さんこんにちは。鈴人さんキスマークありがとうございます。いろいろ出てるのか。あ、マンスリーと季節が別枠、あ、なるほどね、シーズンとマンスリーってこと、面白い。そういう意味ではまだスタッフ間でいつもスタッフさんたちも、いや本当にそうなの、なんかさそうやってさこう機会を与えてもらえるってマジで当たり前じゃないし、そうオンラインお話し会みたいな考えて、え、なんかさその私が配信戻ってきたぐらいの時とかに結構よくさそういうお話いただいてたのよ、インスタとかでやってみませんかみたいな。なんかでもさその時はさまだ全然さなんかこんな今みたいにあの会えるイベントをやるとかそういうのはさ全く考えてなかったし、私ね、ましてや配信者になるなんてさ思ってもなかったからね。そうだからでもさその時も配信は始めてたじゃん、私配信で戻ってきてるから。そうなんだけど、なんかその配信もあってまあ個人個人で話せるとはいえ
会えるわけではないじゃん、オンラインだから。で配信もあって、でそれもあってってなったら負担えぐくねってなったんよ、みんなの。まあ例えばさ、なんかわかんないよ、わかんないけど、なんかここのあの配信をさ、あ、配信ではちょっと話しにくいみたいなこととかもあるかもしれないじゃん、人によっては。だからなんかそういうのを話せるっていう面ではさ、いいなって思うけど、なんかそれこそイベントとかさ出てってなって、でオンラインお話し会もやってとかってなったら、なんか負担すごくねってなっちゃって、今んとこやってないっていう感じなんよ。そうだから、なんかそのオンラインよりは会えるイベントをやりたいだよねっていう。元幸さんこんにちは。カンさんハートありがとうございます。そう、私やったことないんだよね、オンライン話し会。なんかあの私がさ卒業した後にさ、コロナ禍になってさ、それであの今いるメンバーとかはやってたわけでしょ。そうだから私はね、やったことないのよ、オンラインの話し会って。どういうもんなのかな。6月アジサイなんだ、最高じゃん。アジサイめちゃ好きなんです。配信の延長線上じゃねって思って、え、そう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 、まあもうそういう感じ。そうだからなんかその本当に2人の時間になるっていうのはいいけど、なんかそのなんていうの、なんか そういうどなんか どうしたらいいんだろうっていう。今のところは考えてない。カズーさんこんにちはって感じですかね。そう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 、しかもさ、あの今ね、このショールームの仕様上さ、システム上もうなんか人数いるだけじゃ勝てないやん。いちたさんこんにちは。そう、この間もなんかちょこっとそんな話したんだけどさ、なんか人数いる、まあもうほんと桁違いにいればさ違うのかもしんないけどさ、ちょっとなんかこうルームに来てくれる人の人数多いからってさ、てかなんていうの、そのなんかそう前に比べたら、あの星とかさあった時代っていうか、今もあるけど、なんかあの星投げ3周とかさあった時代よりは、たけさんこんにちは、なんかあの人数いる人が上にいるみたいな感じじゃなくなってるじゃん今って。だからそういう時になんか始めても、それこそなんかどっちかになるくないみたいな、なんかその多分配信がさみたいな感じになりそう。どんてんさんこんにちは。そうだからさ、まあだしね、やっぱり直接顔を見れるのが私は嬉しいなって思うからさ、自分はね、自分はそう思うから、ね、そう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 、システム変わったからね、余計にそうなんだよね。そうなんかそのボスいる意味があんまないってか、意味ないわけじゃないけど、なんかそこの効果がちょっと薄くなったよねって思う。
そう、まあ、とはいえとはいえだよ、とはいえあのそのまあね見てくれる人を増やすっていうのは私の課題だから、それはね続けていくけども。しゅうさん、エモチスターさん、こんにちは。そう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 、まあいろいろねありますよね。今の成績関係なくリアル開催してくれるように本当に。いやいや、私が会いたいのよみんなに。毎回招集かけて申し訳ないけど、私が会いたいのよみんなに。やっぱりさ、直接会えるってさ、私にとっても大きいイベントなわけですよ。まあ、やってる側といえどもね。そう、だからさ、それこそね毎回新潟とか東京とかさ、まあ今は大体その2都市だけど、そうなんかね、でもさ、どっちにしろ遠い人もいるし、どっちかだと遠いって人もいるし、まあそれはね人それぞれだけど、そういう中でね足を運んでもらえたりっていうのは本当にありがたいことですよね。ルーさん、君空さん、こんにちは。そう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 。シュウケンさん、こんにちは。あー、気分転換にもなんかそう言ってもらえたらねすごい嬉しいよね。メッシーさん、こんにちは。そう、まあせっかくね新潟に行ったら美味しいご飯やらお酒やら堪能してほしい。ケロタン、こんにちは。番所さん、こんにちは。あ、作業に行ってくるのかな。いってらっしゃい。キビゾラさん、キスマークありがとうございます。そうそう、なんかさ、そう、あの思うんだけどさ、みんながさ、あ、てか私さ、いつもさ配信してさ、みんなにさこう元気をもらったりね、コメントとかで元気もらったりさ、イベントの時はさ応援して支えてもらったりとかしてるわけなんですけども、なんかさ、それ私がありがとうやん、もうもはやもはやっていうかさ、普通はなのに、みんなさ配信ありがとうとか言ってくれるの、いやこっちだよって毎回思う。そうそうそう、だからそう、あのさ本当にさ、距離っていう意味で言えばオンラインってありなんだよ。なんだけど、なんだけどだよ、どっちかが絶対ダメになると思うのは、マスルさん、こんにちは。そんなことないのかな、配信かオンラインお話し会が、例えばね、どっちもやったとしてよ、なんかダメになる気がするんだよね。トシさん、こんにちは。ケロタン、ラブレターありがとうございます。クジチーさん、こんにちは。いや、なんかさ、例えばさ、まあ、あの配信もやってて、あのオンラインお話し会もやってますっていう人でいうと、多分あゆだろうとかそうなんだけど、太郎ってさ他にもさできることがあるじゃん、ゲーム配信とか、だから強いんだよね多分。その点私ってさ、別に配信とかでもさ、まあ、結構話してたりとかすることが多いしさ、まあ、あとメイクとかね、ご飯食べたりとかってなると、そう、なんかどっちもは続けられない気がしてて、まあ、やってみないと分かんないけどね、そんなの。よしさん、こんにちは。そうだしさ、ななこはさもうさ舞台とかもやってるじゃん。そうだから別に そこが全てじゃないじゃん、主軸っていうか。そうだからさ、難しいんだよね、いろいろさ、なんかいいところももちろんあるし、あの
なんていうの、でもなって思うところもあるしみたいなね、いいところがあるのもちろん分かってるんだよ。そうなんだけど、なかなかね難しいよねっていう。このチーク本当に可愛くて無理なんだけど。なんか友達からさ、全然関係ないんだけどさ、友達からさ、昨日なんかあの7月頭ぐらいにさ、ディオールのさ新しいなんかチーク&ハイライトが出るみたいな送られてきてさ、今度見に行こうって言われたんだけどさ、おい絶対欲しくなるやつやんと思って行こうって言ったけど、まあ見に行くぐらいならね、ただだから行こうよって言ったけど、絶対欲しくなるやんそれと思って、意志を固く持っていくわいや舞台やってみたらって、やってみようでできないのよ舞台なんてわかります？キャスティングされないと出れないよ。しかも演技ね嫌なのよ私、できないの。リアルイベ来たことない人でってそれどうやって判断するの？しようか、え、しなくていい、しなくていい、演技やだやだ、できません。 V56 さんこんにちは、ひささんキスマークありがとうございます、お手紙もありがとう。キラキラ港区女子インフルエンサーしたらもう全部やめちゃうわ。そうだ、自己申告、あ、なるほどね、まあそれはそうだけど、あ、まあ でも別にあれだよね、だから来た人な、来たことない人でも別に専用じゃなくてもいいけどね。そうね、来たことない人もぜひってね。ちょっと待って、アイライン引いてない、やばい、あ、3分ねえやめて、なんかそういうこと言うの、硬い石と緩い財布どっちやめてよ、私の財布の紐が緩いみたいなゆるゆるです。しかし港区ってそんなに憧れる、え、なんかさあれだよね、あの人によらないマジで失礼だけど人によらないか、なんかさもうガチの生まれも育ちも港区ですみたいな人とかだったらうわーってなるけど、手段によっては別にね、なろうと思えばって感じじゃないですか。お腹が鳴ってますね、お腹が鳴ってるぜ、あ、やばい。ダイスさん、親衛隊160人目ありがとうございます、初めてありがとう、嬉しい。山形かかしさんこんにちは、だるまありがとうございます。そう、あたい演技マジでダメだから。枕だぬきさん、初見さんこんにちは、ありがとうございます。あと1分や、あ、としさん新衛隊161人目ありがとうございます、やばい終わっちゃう。はい、ということで次の配信は20時になります。メイクも終わってよかった今日も一日よろしくお願いします。じゃあみんなまた夜にお会いしましょう、ありがとうございました、またね。え、見えてるかな、あ、いけてる？大丈夫？あ、よかった、なんか
え、今誰も何も投げてない？あー、壇上には見えてないけどここには見えてるから大丈夫か。ガーさん、オルニストさん、カッツさん、シンイチさん、カピオジさん、ピコットキャット、ラミコさん、ハッピーアイスクリームさん、バンフィーさん、音速の貴公子さん、カズーさん、カツトシさん、タケさん、スケヒラさん、シンイチさん、ステンマルクさん、ハクロウさん、こんばんは。ハクロウさん、ハートありがとうございます。マッシュさん、マッシュさん、シンタロウさん、ヒサさん、ミャーさん、コウキチさん、スズヒトさん、こんばんは。カピオリさん、ハートありがとうございます。お刺身さん、こんばんは。お刺身さん、キスマークありがとうございます。オカピーさん、こんばんは。天使さん、こんばんは。カズーさん、ハートありがとうございます。天使さん、流れ星ありがとうございます。中さん、こんばんは。なんかあのアニメーションが私のところに表示されなくなっちゃったんだけどでもまあここで見えてるから多分大丈夫。赤座豪さん、リコちゃん、こんばんは。ドリーマーさん、こんばんは。おそらく大丈夫だと思います。新一さん、流れ星ありがとうございます。発酵石井さん、こんばんは。バンフィーさん、ガウさん、お手紙ありがとうございます。今日はね、なんかものすごく眠くて、そう。タオルリボンの高弘さん、こんばんは。新一さん、だるまありがとうございます。アルマジロさん、こんばんは。花束ありがとうございます。鈴人さん、キスマークありがとうございます。そう、今日めっちゃ眠くて、なんかお昼の配信の前に起きて、でお昼の配信でメイクして、でなんかお昼の配信の前とかにもさ、ご飯とか食べてなくてさ、ミルクテイさん、こんばんは。そう、それであの終わったらご飯食べようかなと思ってたの。お昼のこの12時半までの配信が終わったらご飯食べようかなと思ってて、ともじいさん、カイトさん、しゅんさん、こんばんは。そう、それであのなんだっけ、あ、そうそう、食べようと思ってたんだけど、もうどうにも眠くて、でも別に寝不足とかじゃないの、全く。結構ね、ちゃんと寝たんだけど、眠たくてちょっとゴロゴロしてたら、お昼過ぎぐらいに寝ちゃってて、で夕方起きてみたいな。やばいよね。とことこさん、お豆腐さん、こんばんは。カイトさん、新入隊162人目ありがとうございます。そう、びっくり。でもね、あれした、あの三脚の修理をして、ちょっと今使いやすくなりました、若干。だけどなんかそのどこにつけたらいいかわからないっていうか、そのつける位置はわかるんだけど、なんかあの何、なんかあのこういうさ、ネジみたいなのと噛み合わせがよく、なんかよくわかんないパーツがあって、それだけついてないけど、でもつけてなくてもまあ使えてるんで、今のところは前よりは使いやすくなったかもっていう感じになってます、三脚が。お豆腐さん、紅茶ありがとうございます。総一さん、こんばんは。ミルクテイさん、キラキラありがとうございます。東京、雨ってか、ね、もう風がなんかすごいなっていう感じの音が聞こえる。外には今日出てないです、天気悪いの分かってるからマッシュさん、だるまありがとうございます。昨日3回目配信の後2時に寝て3時半に起きたから眠たすぎて仕事中ずっと機嫌。ああ、そうなんだ、お疲れ様。そっかそっか。てちてちさん、じゅんはんさん、こんばんは。いや、そう、マジでなんかほんと台風みたいな感じのね、風が。だからなんか雨がものすごいっていうよりか風の印象が強いかな、今日は中にいる感じだと。でも降ってそうではあるね。ドラゴンさん、キスマークありがとうございます。イーストさん、こんばんは。ガウさん、キスマークありがとうございます。雨ってやだよね、本当に。そうね、画角結構しっかりあの固定されてるんで無事にタケさん、キスマークありがとうございます。そうそうそう、明日ね、最終日です。これ本当に実感がないっていうか、なんか明日最終日の実感もないし、あの
今日さ、そのこのね一枠目の配信の後さ、さっき寝ちゃったって話したんだけど、なんか寝ぼけててさ、あれ一枠目やったっけってすごいなって、そう、え待ってみたいな、これ一個飛ばしてるって思ってめっちゃ焦ったんだけど、いやでもメイクしてるわと思って、ちゃんと配信してたと思って、よかったと思ってちょっと焦った。新一さんグッド、ペンライトありがとうございます。てちてちさんハートありがとうございます。モーコンさんこんばんは。ポンキチさんこんばんは。昨日はなんか蒸し暑かったから今日は涼しいくらいちょうどよかった。あ本当にこっちはなんかね、まあ中にいる感じだとすごい、あなんかじわじわ暑いなって感じ。ヨッタさん、ジュンくんこんばんは。そうタイムリープもしてなくてよかったマジで、焦った。神宮すごい雨だから早く試合終わりにしてあげてほしい。えなんかさ、それトレンド入りしてる、なんかさっきそのワードみたいなのを見た、それを開いてはないけど、雨降る前からしえだよね、室内でもすごいもん。くじじいさん、ガタジエさんこんばんは。ガタジエさんキスマークありがとうございます。鈴人さんだるまありがとうございます。一枠目は夢の中、いや夢の中っていうかやったっけってなった、そのあれは今日なのかってなってた。やばいよね、考え事しながらお風呂入ったらあれシャンプーしたっけとかな。えわかる、あのさ、なんかお風呂の中ではなったことないけど、あのスキンケアとかさ、私結構手順がさ多いっていうか、その段階がいっぱいあるのね、自分流のスキンケアに。そうなんだけど、なんかあのその時にぼーっとしながらとかさ、テレビ見ながらとかやってると、あれこれ塗ったっけみたいな、次なんだっけみたいな感じになる。イーストさんキスマークと、あとお手紙ありがとうございます。とりあえず今試合成立したので、もう、あそうなんだ。くじちーさん、アランさんこんばんは。あーなるほどね、スケジュール詰まってるから大変だね。としのりさん、みっちさんこんばんは。確かにお客さんもこの雨の中、確かにね、交通網とかね大丈夫なのかな。タッキーさんこんばんは。ね、心配ですわね。としのりさん流れ星ありがとうございます。風も強くて横殴りの雨って感じ。あーもう傘意味ないやつだそれ、やだ、一番やだよね雨と風の組み合わせって。まだ雪の方がいいとか思っちゃう。なおさんこんばんは。そうなんかさ、雨ってさ、もう一回さピッてついちゃったらさ、こうやってできないじゃん、払えないじゃん、もうびちょびちょになるじゃん。雪だったらさ、こうちょっとこうやってやればまあ濡れるけど、あのまあまあ払えるじゃん。そうだからさ、風との組み合わせだったらまだなんか雪の方がいいなって思っちゃう。まあはね、ご飯食べた、さっき食べた、昨日の残り物です。今日はなんかあんまりあのお腹が空いてないので、それでいいです。久しぶりに来て役の話分かっても全然いいよ、してください。そうそう
ヤギヤギさんこんばんは。明日もこんな天気だったらすごい嫌なんですけど、雨がっぱ着ていこうかな。ね、明日さ夜カラオケ配信するんだけどさ、最終枠だから最終枠カラオケやるんだけどさ、そう、風の音やばいよね、すごいビュービュー言ってる。え、明日回復なんて空気が読めるんだ。いや、てかなんか別にさ雨とか降っててもいいから、ちょっとこの風やめてほしいな一旦ね。マジで嫌。楽しみ。なんかカラオケボックスでカラオケ配信するの結構久しぶりだから楽しみですね。認定員さんこんばんは。としのりさんハートありがとうございます。いやそうだよね、雨降ってて風強いともう傘意味ないよね、折れて終わりだしね。しんいちさん音符ありがとうございます。中日ドラゴンズが交流戦だけが強いから楽しみだった。へえ。どん、あの独特な壁紙のカラオケ、わかんない、どうだろう。部屋によるかな。最近の傘って折れやすくなった、めっちゃ分からんでも高い傘の方がまあ強いけどさ、とか私あの折れてもあのなんかわざと折れやすくなってるみたいな傘あるよね、壊れないように、だから変な方に曲がらないように逆に衝撃に弱いみたいなやつあるくない、わざと折れやすくなってるみたいなやつ、そういう傘が売ってる。マンポンさんこんばんは。ヤギヤギさんキスマークとハートありがとうございます。新一さん音符ありがとうございます。そうそう、やばい。サトシオンさんこんばんは。ねえ。もうね、風強い時はもう諦めるっていうのもね、手だよね。そう、私は昨日の残りのねスンドゥブをさっき食べたからすごい汗かいてたよさっきまで。カズさんこんばんは。今はマシだけど。サトシオンさんキスマークありがとうございます。そう、今はマシだけどさっきまでめっちゃ汗かいてました、ダラダラ。天使さんだるま、ありがとうございます。ありがとうございます。傘あんまり折れたことないけど、私てかもう折れそうな時刺さない、嫌すぎて。もうさ、でかいゴミになるだけじゃん、捨てれるとこないし、だから嫌すぎて。ね、そう、カラオケボックスってねって感じ、運ゲーだよねあれ。ネロさんこんばんは。
暑い。ひささんハートありがとうございます、ありがとうございます。なんか今日ほんと何もしてなさすぎて、私ニックネームさん、パピコさん、はるかねこさん、こんばんは。もりもりさん、親衛隊163人目ありがとうございます。さとまささん、こんばんは。直径75センチとかいうバカでかい傘使って背中が寝れなくて。え、そう、あのさ、大きい傘ってさ、なんか荷物とかさ、そういう背中とか濡れなくていいよね、大きいけど。わかる。でもいつもさ、あの特に人と出かける時とかはさ、邪魔だよなって思ってちっちゃい傘にしちゃうんだよね。明日会議だからカラオケ。あら、そうなのか、会議大変だ。あー確かに車とかだとね、あんまり使うことないか。はなちゃん、こんばんはこんばんは。なんかコンビニとか、コンビニじゃないや、間違えた、100均とかに売ってるなんか結構短めの傘、あの日傘ぐらいの長さの傘とかよく使うけど、でもこんだけなんかもうビュービュー風も吹いてて雨も降ってるみたいな時だったら大きいの使っちゃうかな。65センチとか。和弘さん、こんばんは。源五郎さん、みみんさん、こんばんは。あとさ、あれやめてほしくない、あのさ、傘歩いてる時に傘横に持ってる人マジやめてほしい。あれ危ないよね、階段とか登る時とかさ、駅の階段とか、なんで横に持つのみたいないや危ないんですけどと思っちゃう。折りたたみ傘、うん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 、それいいね。雨が上がるとそのまま車に乗っちゃって傘、あー確かに。源五郎さん、お手紙とキスマーク、ありがとうございます。え、わかります。慎太郎さん、ハートありがとうございます。そう、こうやってさ、横に持ってこうやってやるの危ねえ。パーンってやったろうかなと思うもんね、本当に持ってる傘でか掴むか、本当にあれやめてほしい。バンブーさん、キスマークありがとうございます。いや、そうそう、なの、大人でも危ないから、あれ、あの後ろにいるのが大人でも危なって思うから、子供とかがいたらマジで顔とかの位置だからね、ちょうど危ない。まあ、大人でもさ、あの段数の差によっては顔のところに来るしね、全然。和弘さん、お手紙ありがとうございます。あれマジでやめてほしい。どうしてそういう風になるのかが不思議、逆に想像できない。ひろひろしさん、お手紙ありがとうございます。キスマークもありがとうございます。渡り鳥さん、紅茶ありがとうございます。こんばんは。東京の夏ってエアコンなくても生きていけますか？無理です私は無理です。余裕で無理。全然つけます、つけてます、普通にガンガン。 BPM188 さん、こんばんは。ヒンジさん、こんばんは。そう、あのね、そうなの、そう、無意識なんだろうけどね、女の人でもいるよ、おばさんとかいる、いる。四十からさん、こんばんは。こんばんは。危ないですね、これからね、梅雨時期だからさ、まあ今日もね天気悪いけど、傘をね持ち歩く機会がきっとね増えてくると思うからさ、自分もね今一度気をつけないといけないなと思う。まあないけどさ、そういう時。四十からさん、アフヌンクマちゃん、ありがとうございます。お、助平さん、親衛隊164人目ありがとうございます。市田さん、こんばんは。今年さらに暑い。え、
去年より、もう去年で結構ギリギリだったけど、私おけいさんこんばんは。なんかさ、去年はさ、もう暑いってよりかはさ、日差しが結構痛いみたいな感じの暑さだったからさ、個人的には。だからなんかあれだよね、それでさらに暑いってなったら本当に危ない。エアコン我慢とかのレベルじゃない、絶対もうつけてくださいって感じだよね。おけいさんこんばんはって私言ったんかな。今日10人行けば200が見える。あ、マジ？そっか、まあ、増やせるとこまで増やしたい気持ちだよね。日差し絶対年々強くなってる。いや本当にそうなんだよね、マジでやだよね。田舎は涼しくて、そう？私地元がさ、新潟県のさ、小千谷市ってところなんだけどさ、小千谷ってもう最悪で、盆地だから夏は暑いし冬は寒いしっていう感じなので、しかも湿気がものすごいのね。そうだから好きじゃないの。こっちのさ夏はさ、まだちょっとカラッとしてるっていうかさ、感じなんだけど、まあ、暑いけどね、暑いけど、まあ、なんかその湿気とかは、まあ、汗を除いたらそこまでないみたいな感じなんだけど、ゆたかさんこんばんは、のりあーきさん、米沢二郎さん、けんさん、ボスさんこんばんは、けんさんキスマークありがとうございます。雨やばいね、雨も降ってきた。とてもそう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 、湿気が本当に嫌だよね。そう、私髪の毛巻きたい人だからさ、なんだっけ、あ、そう、髪の毛巻きたい人だから夏ね、暑い思いして巻くんだけど、時間かけて熱い思いして巻いた髪の毛が外出5分とか、もう外出て5分とか10分とかでもう取れかかってると、いや何の時間だったってなるっていうマジ時間無駄っていうそうことになんのよ本当に。ケンさんキスマークありがとうございます。お手紙もありがとうございます。豊さんハートありがとうございます。ケンさん流れ星もありがとうございます。としのりさん音符ありがとうございます。夜はそんなに暑さを感じたことがないっていうか、わかんない、エアコンつけちゃってる普通に。そう、湿気ともう暑い時の汗でもうパッて取れちゃうんだよね。和弘さん流れ星ありがとうございます。そう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 、ドラちゃんこんばんは。そうなの、マジでやだよね、やめてほしい。そう、エアコンつけてタイマーにして寝てる夏は、じゃないともう耐えられないです。あとはもうどうしても暑いなって時は氷枕とか使ってるよ。アイスのってやつ、氷っていうかさ、なんか冷やして凍らせて使うみたいな、あるじゃん、ケープみたいなねやつね。私ダメなの、重みで取れるのよ、スプレーすると。だから使えないの、てか意味ない、使えなくないけど意味ない。なんかストレートが固まってるみたいになるの、髪の毛が、その取れた髪の毛が固まってるだけみたいになるの、やばいでしょ。だから公演の時とかさ、それこそ現役時代のさ公演の時とか、巻き髪解禁されてから巻き髪してたけど、汗かいてさ意味ないからさ、てかむしろね、例えば巻きポニーとかしますってなった時にこう結んでてさ、で余計に重心が下にこうかかるじゃん。で巻いててでケープとかすると、その重心
にさらに重りがついてるみたいな状態になるのよ、ケープが重りになっちゃって。そうするともう下にこうやって引き伸ばされてどんどんこう落ちていくの。だから使ってない。そう、保冷剤ってかさ、あのなんかアイスのってあるじゃん、でっかい枕サイズのやつ、それを使ってる。保冷剤ってこんなちっちゃいあれだけど、あーリンパとか冷やすのは保冷剤がいいんだよ多分、大きさ的に。大阪さんこんばんは。ドリーマーさんキスマークありがとうございます。渡り鳥さん紅茶ありがとうございます。そうそうなんよ。去年まではなんとか扇風機で過ごす、すごい、すごすぎる。チキンカツさんキスマークありがとうございます。リベドラさんこんばんは。トシノリさん流れ星ありがとうございます。そうだしね、なんか私夏は特に体調崩しやすくて、もう食欲とかがどんどんなくなっちゃってご飯食べれないとかなっちゃうから、あんまり暑さは我慢しないようにしてる。体調悪くなる方が先に来ちゃうからさ、あんまりね。ポニーテールが一番楽、邪魔ではないけどね、私はあんまり好きじゃないな。貧血になっちゃうの、私毛量多くて。一個にさ集中するじゃん、こうやって結ぶと。でしかも公園なんてさ、ほどけたらあれだからさ、ギュッて結ぶじゃん。で余計にさ、ここにこう集中して負荷が多分うっ血するんだろうね、自分の髪の圧で。やばくない？やばいよね。カンさんこんばんは。そう、それでもだんだん頭痛くなってきてフラフラしてくるみたいな。それで倒れたりとかすることはさすがにないけど、でもそう、あんまり髪の毛結ばない理由はそこにもあって、そうだし、あんまりその自分が一つに結んでるの好きじゃないっていう、なんか漏れない顔が。リベドラさんハートありがとうございます。だから多分ね、ここら辺の髪の毛とかもうちょっとちゃんとすればねいいんですけどね、マシだとは思うけど。そう、あんま結ばないかな。毛量あるイメージそんなにはなかった。あ、そう、本当。あのね、多分幸い毛が細いから、まだ一本一本が細いからそこまであるように見えないけど、ポニーテールとかするとね、一個にまとめるとものすごいよな。今しかもブリーチしてて傷んでるから余計だと思うけど、傷んで広がってるから。和弘さん流れ星ありがとうございます。そう、まあ、横とかならね別に全然いいけど、もうやばいよね、このぐらいはある。全然 毛をこうギュッてまとめてもこのぐらいはある。あ、そう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 、バレッタとか全然止まらない。だからあのバナナクリップっていうのさ、流行ってるってか結構あってさ、こうやって開くやつで、ここがこうちょっとあの髪の毛をさ噛むようにトゲ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 ってなってて、でこの先っぽがさちょっとこうなってんのよ。でここでこうピッてやるみたいな、こう伝わります？ここがこうクリップになっててさ、ここがね、この髪の毛噛むところね、でこうなってて、ここでこうピッて止まってるみたいな、ここで挟めるみたいなクリップがあるんだけど、そういうのとか多分止まんないもん。ひらがなたっくんハート流れ星ありがとうございます。こんばんは。ブリーチでいたんだって言うけど、それでもかむけど、え、本当？なんかね、広がりやすくなった、めっちゃ髪の毛が。もう二度としないって誓いました。なんかマジで、あの本当にさ、芸能人の人とかみたいにもうなんか月にぐらいでさ、トリートメントとかいける人じゃないと綺麗に保って。それでも私髪がね強めって言われたからまだこんなで済んでるけど、それでもなんか扱いづらいし、寝癖とかめっちゃつくようになったし、もう絶対しないって思った。ひらがなたっくんだるまありがとうございます。今までの人生男にしたら結構ポニーテールやってきた、貧血になったことなかった。あ、本当。まああれだよ、多分長さもあって余計こう下に引っ張られるからってのもあるかも。手挟むと言って、あー、まあそうかも。え、なんかさ、
バナナクリップってそういうんじゃないっけ。あ、そう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 、こういうやつ、こういうやつ。これが分かりやすいかな。あ、分かりにくいか。どうや、どれが分かりやすいかな。あ、こういうのとか分かりやすいかも。ほら、ここがこう髪の毛挟むところでこうやって使ってるみたいな。そうで、なんかこうパチンってさ、なんかこうあのバレッタみたいに止めるんじゃなくて、こうなんかそのままクリップのさ、この端っこがこう噛み合うようになってて、そこにこうこうなってんだよね。それをこうキュッてやるとパチって止まるみたいなやつなんだけど、多分そういうのだと止まらないっていう。としのりさん、流れ星ありがとうございます。ごま豆腐さん、こんばんは。まあ今のところはね、最初で最後かな、ブリーチって感じはする。だから今後やるとしたら、あのあれかも、インナーとかかもしれない、やるならね。そう、縦になってるやつは見たことないの、女性と接点が少ない。いやでもさ、普通にあれだよ、あの使ってる人に会ってなかったら見たことないんじゃない普通。マオみたいにさ、こういうの使わないっていう人もいるし、あのしかも今見せたのはさ、見えやすいようにそうやってなってるけど、あのリボンがついてるのとかも全然あるの。そのパッと見じゃさ、こういう構造になってるのがわからないっていうやつも全然あるのね。だからそういうの使ってたら多分わかんないと思う。そう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 、そういうことや。ちょっと待って、ごめん、お茶を飲ませてください。暑いわ。お茶じゃないやつでしょ。なんだこれってなるやつ。見て、なんでしょうか。なんだと思う。おお、慎太郎さん、レインボースターいっぱいありがとうございます。オリゼーさん、のんのんさん、こんばんは。バナナクリップ扱いづらいし、サイズによっては止まらないか好き。え、そうそう、あの使いこなすのが結構コツがいる気がする。めぐみのさん、こんばんは。あ、練乳ネクターカルピス、おおおお、桃ジュース。これさ、あのさ、マミーってやつ知らない？なんかカルピスヤクルトの間みたいなやつ、それをね最近飲んでんの。あ、スコールめっちゃ好き。緑のやつね。マミーってやつ、森永のなんか動物ねとか書いてあるやつ。飲んだことなくて、どんな味か気になってて飲んでみたんだけど、めっちゃ美味しくて今ハマってんの最近。飲んだことないってやばくない？見たことはあって、存在は全然知ってたんだけど、なんか飲んでみたことなくて。あ、今家にあるお揃いだ。マミーお揃い界隈。何それ、何それ。ネクターとかも美味しいよね。たまにめっちゃ飲みたくなる。おー、待って、本当にさ、すごいね。なんかね、今点差どんなかなって思って見たら、もうやっぱ1位と2位がひっくり返ってる。ここね、すごいね、バチバチだね、この1位と2位。もう3日目ぐらいから結構バチバチしてるけどね。ずっとでも1位と2位はね、結構僅差で行き来してるからね。攻めてんな、面白いな。子供の飲み物、確かに、なんかちっちゃい子用、ちっちゃい子用でもないけど、ちっちゃい子が結構飲みそうな感じだよね、こういうの。
飲食に保守的なままにして思い切ってた。確かに確かに、あんまりね冒険しないからね普段。でもなんとなくさ、飲んだことなくてもなんかあの、まあ、乳酸菌飲料っていう表示だから、なんとなくのさ味の想像がさついてたのよ。飲んでみたら、あこういう感じかっていう感想だったんだけど、なんかそういうのは割と挑戦しやすいかも比較的。しゅがきさんこんばんは。えなんかね、どっちが上とかじゃなくて、なんかもうこうなってんのずっと。そう、すごい入れ替わりが激しいなって感じがしてます。なんか落ちてきた、大丈夫そう。まあいいか。どこだ、タオルリボンの高弘さん、ハートありがとうございます。としのりさん、しゅがきさん、流れ星ありがとうございます。ポコさんこんばんは。しゅがきさん、ハートとキスマークありがとうございます。みっちさん、リップありがとうございます。誰もいません。なんか本棚開けっぱなしにしてたら、なんか教科書みたいなのが急に落ちてきた。なんでだろう。なんかさ、扉付きのやつなんよ、あのこう縦にさ開けられるみたいな。それを開けっぱなしにしてたんで、なんか片付けてた時に、そしたらなんかバタンと落ちてきた。しゅがきさん、お手紙ありがとうございます。教科書捨ててないなんて。あ、なんかね、楽譜みたいなのは思い出として取ってある。あの使ってない教科書とかはもう全部捨てた。捨てたよ、邪魔だもんでもなんかマジで役に立ちそうなやつとか取ってあるけどね。あの幼稚園教育要領とか、保育所保育指針とか、そういうのは取ってあるけど、なんかあの全然どうでもよさそうな教科書とか捨てましたそう、楽譜はね捨てれない。もう苦労が詰まりすぎてて捨てれない。としのりさん、だるまありがとうございます。高かった教科書とかあった？え、あったんかな。でもなんかこれでこんなすんのみたいなやつはあった気がする。でも普通に売ったりとか したやつもあるよ。あのなんだっけ、あれとか、もう絶対うちの学校でしか使ってないだろうみたいな、あの教科書とかは普通にメルカリとかで売り飛ばした。だって邪魔なもん使わないし。え、だしなんかあの私みたいな人絶対いるの。私もさ、新品で買うのもったいないっていうか、まあ、新品でさ買ったやつで使わないとかあったの。もったいないじゃん、それ新品のゴミみたいになるじゃん。だからあの買わないで、その一番最初さ、年度始めみたいなのに来る教科書販売のやつは買わないで、授業でもう絶対使わなきゃダメそうだなみたいなやつはもうメルカリで買おうって決めてて、自分もそう。だからそれに気づけなかった 1,2 年生とかに買ったやつとかはもう普通に何も書いてないくて、もう折り目もついてないみたいな、本当に新品のやつとかもあったから、そういうのは普通に安く売ってたかな。そう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 。でもさね、新品で買っても、私が買ったさ何にも使ってないやつ買っても中身一緒だからね。そうそうそう、高橋満州いやいや全然だから。資格は一生の講師ありますか？ない、ないと思う。そう、保育士とかになって、なんかね、保育所保育士とか、なんかその幼稚園教育要領とかって、なんかそのなんていうの、保育に求められる資質みたいなのが結構書いてあって、まあなんかそんないらないかもしんないけど、なかったらなかったで困るのかなと思って一応取ってあるって感じ。鈴木一郎さんこんばんは。としのりさん、ハートありがとうございます。教授が書いたやつが5桁、もったいなー。そんなん絶対買いたくないね。なかった、そこまでは。高くても3000円とかじゃない？それでも高くてケチって買ってなかったりとかしてたけど、いけるよね今手元にないない人もいた。
まあなんかそれを見てねどうこうとかじゃないと思うけどねっていう人あんまいないと思うけど、まあいざという時のために一応撮ってあるって感じかな。まあちっちゃいのよすごい、もうほんとこんな、なんかマジで全然 iPad とかより全然ちっちゃいよ。この iPad とかよりも全然ちっちゃい、もうほんと一回りちっちゃいぐらい、一回り以上ちっちゃいやつとかだけど、あ確かにね、なんかどんどん更新されてるよねそういうのって。そう、内容とかも新しくなってるし、なんかどんどん項目増えたりとかしてるし、なんかねよくわかんないよね。その古いやつが手元にあってもさなんか役に立つのかどうかって感じだけどまあ一応ねみたいな取っといてる。いよいよいらないかもってなったら処分するかもしれないけど、いやあのね、ストリートピアノとかそんなね披露できるほど上手じゃないのよ。まあもうねマジで何回も練習してやっと一曲、まあゆっくり止まらずに弾けるぐらいで、全然そんなストリートピアノなんておこがましい。カズミンさん、コーチありがとうございます。そうそうそう、いやホルンもね言うても1年とかしかやってないからね、ちゃんと1年半くらいしかやってないから全然吹けない。もう音は出るけど、ストリートダンス怖くない急に、なんでみんなそのストリートでなんかやらせようとするのはい、もうあと2分しかない、やばい。ってことで次23時からです。はい、日向かやぎり、まあピアノ弾けるって時、やめてやめてやめて、ピロンさん弾けるから、ピロンさん弾いてたよ前に、すごいよね。そう、次23時、ちょっと遅いけど来てね。もちさんこんばんは、あと2日だから来てねみんな。また後でお会いしましょう。じゃまたね、ありがとうございました。はあ、買ったイスタンドですことこれ本当にはい、こんばんは。ちょっとさ今ネイル直しててごめんなさいね、なんかすごい、いやこんなまだ始めたてなのにこんな点差で煽らないで、なんかこんなんならないで点差マジでなんかさ前もっとこんなんじゃなかった、なんかすごいんだけど、もうこの主張何やめてもらっていいですかねこんばんは、え、ちょっと待って、なんかすごいことなんじゃない、ちょっと待ってよ、一回待って、やめてもらっていいですかね本当にねえ、何ですかって、分かってんですってばね。えよいしょ、あ、こんなでいいですよねそう、もうマジで画面から出てくるぐらいな。こんばんは、バンフィーさん、ガウさんこんばんは、バンフィーさんラブレターありがとうございます、お刺身さん、ミャーさん、ヒロシンさん、ドリーマーさん、音速の貴公子さんこんばんは、バンフィーさん、キスマークありがとうございます、慎太郎さん、モフネコキッスタワーありがとうございます、ありがとう言えてました、フーコさん、イージスさん、天使さん、ウマグルマさんこんばんは、キメゾラさんこんばんは、ドリーマーさんハートありがとうございます、鏡さんこんばんは、ナモナモさん紅茶ありがとうございますこんばんは、ドリーマーさんハートありがとうございます、ヒロシンさんお手紙ありがとうございます、スケヒラさん、ヒロさん、ケイちゃんこんばんは、お刺身さん、キスマークありがとうございます、ねえ本当にやめてほしいよね危ない、誤嚥未遂、危ない危ない、アランさんこんばんは、危ないよ本当、今日もねお風呂は入らなかったですこの時間には。そう、昨日もね、あのこの2枠目と3枠目の間は入らずにあれしてたんですけど、
ないんじゃないですかね。今のネイルはこんな感じで先端がギラギラしております。マサボーさんこんばんは、流れ星ありがとうございます。ヘモチスターさんお手紙ありがとうございます。ヒロシンさんキスマークありがとうございます。ミッツさんこんばんは。マサボーさんもお手紙ありがとうございます。こんばんは。さけ村上さんこんばんは。ミッチさんキスマークありがとうございます。そう本当にねやめていただきたいという所存でございますが本当にねもう何なんでしょうか。失礼しちゃいますよね。ヒロシンさんレインボースターありがとうございます。サトシオさんこんばんは、ハートありがとうございます。さけ村上さん花束ありがとうございます。BPM188 さんこんばんは。そうさっきねなんだっけ洗い物もねして、そうドラマ見てました。めぐみのさん、はくろうさんこんばんは。はくろうさんハートありがとうございます。マッシュさんだるまありがとうございます。ティンバレラさんこんばんは、ハートありがとうございます。みんなありがとう、今日もどうもありがとう。こういうシンプルなネイルの方がいいかもということで。箱押しさんこんばんは。ティンバレラさん流れ星もありがとうございます。新一さんこんばんは。そう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 、シンプルネイルがねやっぱり服とかもね選ばなくていいですよねということに気づき、今期はね私それこそねさっき火曜日の9時からやってる、さっきやってたデスティニーっていうねドラマと、あ月曜日から行こっか、月曜日は月9366日を見てるし、火曜日は9時からねさっきやってたデスティニーっていうのを見てるし、あとねなんか深夜枠みたいなやつで肝臓を奪われた妻っていうねやつやってるんだけど、それも面白くて見てるし、水曜は確か見てなくて、木曜が約束っていう、それもね多分ちょっと遅いやつかな、12時とかそこら辺からやってる約束っていうドラマと、あとリベンジっていうのを見てるかな。それしか見てないんだよね今期、それしかって多い方かもしれないけど、そう私結構毎日ドラマ見てるぐらいなんだけど、いつもはね月曜日から、金曜日とか日曜日とかまで全然見てる、1個は見てるみたいなのあったけど、今期は私にしては少ないかも。タムヒロさんこんばんは、キスマークありがとうございます。めぐみのさんもキスマークありがとうございます。博士太郎さん、としのりさんこんばんは。えにょさんこんばんは。紅茶ありがとうございますね、昨日切なかったね。としのりさん流れ星ありがとうございます。博士太郎さんキスマークありがとうございます。えにょさんだるまありがとうございます。しんいちさんだるまありがとうございます。そう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 、そうなんよ。ココアさんこんばんは。そんな感じですかね。なんか結構なんかミステリー系みたいなドラマが結構好きかな。あとはもう超王道恋愛系みたいなのも大好き。むっちゃんこんばんは。なんかねコメディみたいなのはあんまり見なくてっていう感じかな。今期のドラマで遅れたやつと挫折したやつばかりで見えて、あーでもわかる、そういうのあるよね、めっちゃわかるよ。まあ1話とか見逃しちゃうともういいやってなっちゃう。むっちゃん流れ星ありがとうございます。カピおじさんこんばんは。できた、そうここの指を直してました。なんか根元がね取れてきちゃってて、水仕事とかねしてるとどうしてもって感じだから、まあしょうがないんだけど。ゆかさんこんばんは。なんか薄いね白が、もうどうしようもないけども、ちょっと薄かった。そうなんかね現実的にあれしてるとちょっとって感じなの。ヨカさんキスマークありがとうございます。ココアさんハートと花束ありがとうございます。ヨタさんこんばんは。
爪育ってるでしょ。そう、夏に向けてさ伸ばしてるんだけど、夏はね楽しい思い出をたくさん作りたいので、そう、夏に向けてね伸ばしてるんだけど、地爪だとどうしてもやっぱ折れちゃうからっていうので、あれしてますね、ネイルをしながら保護してますけど、よいしょ、これを書き直そうかね、よいしょ。あ、そうだ、これ昨日アルコールで消すと綺麗に消えますよって教えてもらったんだよね。やってみるか。天使さん、だるまグッド、ありがとうございます。そう、あとね医療系はね私ね見ないかな、基本的には。そう、それで言うとねリベンジもちょっと医療系風なんだけど、あ、ほんとだ、めっちゃ綺麗。あ、なんか昨日ついてた汚れも落ちた。ほんとだ、めっちゃいいこと聞きましたね。そう、昨日さ、こうなんかちょっとこの端っこが汚れててティッシュじゃ落ちなくて、なんかもう汚れてるみたいなこと言ったらね、アルコールで消すと綺麗に消えますよって教えてくれた人がいて、今やってみたんだけど確かにめちゃくちゃ綺麗に消えた。ありがとう。で、ちょっとこう、こうやって拭いといて、乾くかな。ももっちさんこんばんは。とことこさん、あつひろさんこんばんは。交通やグルメ好きさんこんばんは。ももっちさんキスマークありがとうございます。とことこさんだるまありがとうございます。ももっちさんお手紙ありがとうございます。カメムシ怖、見たことない。そう、キムタクのやつはね見逃してて、実家に撮ってあるんで実家で見るかなって感じ。あ、ここ違うの、めっちゃ気になる色が。まあいっか、しょうがないね。気になる、乾いたね。よし、ももっちさんハートありがとうございます。としのりさんもハートありがとうございます。よし、明日はさ最終日だからさ、1枠目も2枠目も30分しかやらないっていうのが悲しいです。しょうがないんだけど、なんか順番変わっちゃった、書く順番まあいっか、はい。あー、なんか括弧閉じがないのめっちゃ気になる、気持ち悪いはい、いけたいけた、書けました。テラさんこんばんは。そう、19時もやります。30分30分60分。シンクレアさんこんばんは。そうなんだよ、そうなんだよ、そういうことなんだ。明日最終日。ココアさん、お手紙ありがとうございます。
カラオケにされた。え、そうしよう、もう楽しく終わろうね、盛り上がってみんなで超盛り上がろう。いやマジでね、あの楽しさはやっぱナンバーワンのルームでいたいから。そうちょっとね、前回とかのイベントの時とかね、もう私の気持ちの面でちょっと無理だったので、それがねできなかったから、今回はね絶対そういう風に楽しく終わりたいっていうことで。天使さんグッドありがとうございます。七色のインコさんこんばんは。天使さん音符もありがとうございます。仕事、そうだよね、お仕事の人多いよね。シンクレアさんかわいい、ありがとうございます。平日から平日の日は時々、え、ね、マジでそれ本当にさ、そう思う。まあもうなんか早く感じるよね、何なんだろうね。天使さんペンライトありがとうございます。なんかさ、週末がさ間に挟まってるからなのかわかんないんだけど、なんかね早く感じる、不思議。としのりさん流れ星ありがとうございます。タムヒロさんレインボースターありがとうございます。ね、感覚の違いなんだろうけどね、不思議だよね。しんいちさんだるまありがとうございます。とことこさんもだるまありがとうございます。なんか本当にあっという間。かき氷プロデュースしたい、いっぱい食べたい。七色のインコさんお手紙ありがとうございます。テラさんキスマークありがとうございます。え、絶対美味しいみたいなやつ考えてるのも、まあもうこれイベやる前から考えてたから。トコトコさんだるまありがとうございます。テラさん流れ星ありがとうございます。土日だと最後、あ確かにね、それはそうかも。なんかそのね、週末が来てなんかそのイベも終盤みたいな感じになるけどさ、平日からだとさもうなんかね、その土日が過ぎちゃうとあっという間になんかもうあれってねなるよね、不思議だよね。キツネさん、ケントさん、米沢二郎さんこんばんは。新一さん小判ありがとうございます。それはめっちゃわかるわ。できた、濡れた、マジで爪伸びたよね、ほらもうこっちまで見えるもん、嬉しい。爪コンプレックス女だからさ、私こんなに伸びたの初めてかも、嬉しい。地味地味ハッピー報告。どうでもいい。しがきさんこんばんは。しゅうさんこんばんは。しがきさん流れ星ハート、キスマークありがとうございます。米沢二郎さんハートありがとうございます。とことこさんだるまありがとうございます。つかわさんこんばんは。爪かわいいよ、爪ありがとう、嬉しい。地味ネイル、地味っていうかまあでもギラギラだけどね。ケントさんハートありがとうございます。見せたくなる。え、そうそう伸びたからなの。そうここまで伸ばすのもね今まで難しくて、まあ大学行ってたってのもあるけど、そう私爪伸ばせない人で、もともと結構本当は切りたいんだけど、でもここまで伸びるともう大丈夫かな。この伸びかけが一番切りたかった。ケントさんハートありがとうございます。小狐さんお手紙ありがとうございます。あ、スカーさんモフネコキスタワーありがとうございます。やっと言えるようになってきた。キツネさんお手紙ありがとうございます。さけ村上さんハートありがとうございます。キツネさんラブレターありがとうございます。関東で大雨、え、そうなんか風、あ、風止んだ、いやでも吹いてる、風も雨もすごくて、そう私今日外出てないんだけど。シカオさんこんばんは。七色のインコさんだるまありがとうございます。メッシーさんこんばんは。ちょっと待ってくれ、やばい。さっき村上さん HP ありがとうございます。
キツネさん、ケントさん、いっぱいありがとうございます、ハート。あー、スカワさん、いっぱいありがとう。もう猫キスタワーありがとうございます。めっちゃラブリー、壇上超かわいいピンク色。七色のインコさん、流れ星ありがとうございます。コキンさん、こんばんは。日常生活にも支障ない感じ。爪、長い爪って邪魔じゃない？え、邪魔。なんかね、つまめないものが、そうだけど可愛さを優先してます。でもね、このぐらいの長さだったらか、まあ、もうちょっと長いくらいだったらまだ全然大丈夫だけど、もうこんなとこまでとか長いと、ここまでとかあると、もう私は無理だなと思う。トコトコさん、お手紙ありがとうございます。ケントさん、いっぱいハートありがとうございます。え、そう、明日最終日。タムヒロさん、レインボースターありがとうございます。交通やグルメ好きさん、音符ありがとうございます。だるまもありがとう。ミルクテイさん、こんばんは。メッシさん、キスマークありがとうございます。いや、そう、明日最終日なんよ、本当に。そう、スカワさんね、すごいやばい、多頭飼い、モフ猫キスタワーありがとうございます。超かわいい。ストリームさん、こんばんは。コキンさん、ハートありがとうございます。ミルクテイさんもハートありがとうございます。そう、でもさ、ここまでこう伸ばしてたりとか、あとこう長さ出ししてる人もいるよね。トコトコさん、親衛隊165人目ありがとうございます。やったー、ありがとう。そうそうね、これぐらいだとまだ全然平気なんだけど、まあだからもうちょっとかな、もうちょっと爪が綺麗に見えるくらいの長さにしたいから、もうちょい伸ばしたいかなって感じまうわね。そうかな、なんか爪の先の形をさ、もうちょっと変えれるぐらいまでは伸ばしたいかなっていう。今もう伸びきってる状態で、まあギリ綺麗に見えてきたぐらいな感じだから、もうちょっとね、爪の先の形を整えられるぐらい伸ばせたらいいなっていう感じかな。お豆腐さん、こんばんは。いや、わかる、ほんと猫カフェすごい、ちょラブリーなピンク赤みたいな、いっぱいハートもありがとう、嬉しい、かわいい、ラブリー男女ありがとう。そう、そうなの。でもネイルチップとかより全然楽だよ、やっぱり地爪だからさ、ある程度力も入るし、そう、超楽です。しかも爪の形が綺麗だとさ、こうなんかゴツゴツしたパーツとかつけなくても、ごまかさなくていいのよ、そういうので。そうだから綺麗に伸ばして形整えて、なんかこうキラッとした、シンプルだけどちょっとこうネイルしてるの分かるなみたいな、可愛い爪にしたくて、そうやっとできるからさそう、これもう大学生活はもう無理だったからさ、大学生のうちはもうできなかったから、そう解禁。そうやっぱね、シールでピッて貼ってるだけだから、糊とかじゃなくてさ、シールでピッて貼ってるだけだから、やっぱこうなんか例えば缶詰とか開ける時とかはもうピッて取れるし、そう なんかをこうやってやるとかも無理みたいな感じ。まあやることないけどね、あんまりね、なんかの衝撃でさ、すぐ取れちゃったりとか、あとやっぱもう一番は手洗う時、水で手洗う時とかももうどうしようって感じになるから。あ、ほんとだ、100万ポイント超えた、嬉しい、ありがとうございます。今ね、2位の方との差が19万ぐらいかな、19万ないぐらいだから、だいぶ縮まった。さっき30何万とか差があったから、嬉しい、桁が揃った、2位と1位の方、嬉しい、ありがとう。ヒデさん、ハートありがとうございます。ミルクテイさんもハートいっぱいありがとうございます。そう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 、ケントさん、だるまありがとうございます。
猫カフェ開店しようかな、マジで。スカオさん、モフ猫キスタワーありがとうございます。マジで可愛い、超ピンクい。ケントさん、だるまいっぱいありがとうございます。トシノリさん、流れ星ありがとうございます。可愛いです、この猫ちゃん。可愛いな、見た目が。なんかあのでっかいパンダみたいなのも可愛かったけどね、あの こういう中にパンダがいるみたいなやつね。わかる。なんかさ、あの猫の周りにさ、こうやってハートがついてるから余計にさ可愛い感じになってる。ミッチさん、キスマークありがとうございます。ケントさん、ハートありがとうございます。超ピンク赤可愛い。そう、私さ、見た目に似合わずピンクとか大好きだから、そう、服とかあんま似合わないからさ、結構小物がねピンクなことが多いんだけど、ポーチとかさ、鏡とか、なんかそういう小物がね、バッグの中の小物とか結構ピンク色のものが多かったりとかするんだけど、そう、ピンクとかめっちゃ実は好きだから癒される。とっても可愛い。服もね、あんまピンク着ないからね、似合わないんだよね。そう、だからピンクとか着てる可愛い女の子とか見るのめっちゃ好き。としのりさん、流れ星ありがとうございます。え、意外じゃない、マジで本当に。そう、なんか色としてはまあ青とかね、最近だとめっちゃ青好きだし、青とか水色とか好きだし、あの服とかも寒色、あの青とかさ、そういうのは着やすいから、白黒青とかグレーとかはあの結構いろいろ合わせやすいから、そう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 、だから結構服、着る服は選ぶことが多いけど、まあピンクもでもくすんだピンクとかは結構多いかな。なんかベビーピンクとか、あの本当になんていうの、もう真っピンクみたいなやつはね、あんま似合わないのよ私。そうそう、おパンチュ、おパンチュちゃん、ポチャムの方が好きだけどね、白。新一さん、ハートありがとうございます。そう、昔はね結構ショッキングピンクとかね好きだった。なんかそれこそ今あのネイル用品入れてるポーチがさ、こういうピンクなんだけど、昔こういう服とか着てたよ、こんな色の服とか全然着てた。中学、小中学生の時とか大好きだった、こんな感じのピンク。今はさすがにこんなんは着ないけど。猫カフェって語尾が全部にゃんに。いや、猫カフェはコンカフェじゃないからね、猫がいるとこだからにゃんにはならないでしょ。カズーさん、こんばんは。キスマークありがとうございます。いや、すごすぎる。あと15万今2位まで。え、すごいよ、捉えてんのがすごいから。普通に え、そうだよね、私ね、こんなの着てて、ちょっと待って、やばいやばい、猫カフェやばい。開店、スカマさん、モフ猫キャットタワーありがとうございます。そろそろ落ちます、またね、ありがとう、おやすみ。ああ、そうだ、昨日ね、あのたまたまあのなんだっけ、猫っぽいフィルターをさかけてインスタのストーリー載せたんだけど、ピンクではないけどミンミンのバッグとかくすんだ色のセレクトがさ、え、嬉しい。そう、私くすみカラー結構好きで、グレージュとかなんかブルーグレージュみたいな、ただの青じゃなくてブルーグレージュみたいな色とかもめっちゃ好きだし、普通にグレーっぽいのも好きだし、それこそこの間地元帰った時、土地用で着てたやつとかもくすんだ緑とかだったしね。そうそう、ピンクもくすんでるのが好き。結構なんかあのそういう色味が好きかもしれない。これも結構ね、もうなんかグレージュって感じ。これ超可愛いよね、本当にお気に入り。高かったけど、まあずっと使えるし買ってよかったかなって感じ。なんかあの衝動買いとかではなかったからさ、
なんか欲しいのないけどせっかく来たしこれでいいやって感じじゃなかったのよ。そうだからこれは結構本当に一生ものだなって感じがします。大事に使ってる、かわいい。としのりさん流れ星ありがとうございます。でも怖いのがさ、これさ今2位の方がさあと2分後にやっと始まるんだよね、配信がね。怖いよね、やだよねいやでもこの遅い時間賢いなと思いますよ。やっぱ 見る人がさあのね遅すぎると次の日とかもね大変かなっていうのはあるけどね。そうでもね、でも賢いと思うよ。それはそれもでも戦略ですから全然いいと思う。そう猫カフェね、どこだっけな、長岡かどっかのあのペットショップに併設されてる猫カフェみたいなの行ったことあって、そう結構最近かな、ちょっと前くらいに1回だけ行ったことあって、やばかったけどね。もうあのなんだっけ1時間くらいいたんだけど、あの私猫アレルギーだからうん、なんか後半ちょっと結構鼻とかグスグスしてたけど、でもまあまあ別になんかあのその触った手でこう顔とか触んなければ全然別になんかその本当病院行かなきゃいけないとかっていうほどではないのよ。そうだから全然楽しめた、可愛かった。としのりさん流れ星ありがとうございます。そうそうそういうもんだよイベは。そうそう別にそれだって全然ルール違反じゃないから全然いいと思います。そうそう猫ちゃん大好きなんだけどね、本当に。そう空陸かななんかすごいかっこいい感じになったけどね。あやけるさんこんばんは。はぁちょっと待ってやばいやばい。スカワさんモフ猫キッスパワーありがとうございます。猫ちゃんありがとうございます。カンさんこんばんは。猫ちゃんとバイバイした後にそのカフェで手を洗ったりできる。そう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 なんだけどさ、そうでもだからねとっても助かるよねそういうの。アレルギーだけど行きたいっていう私みたいなそうだからこうやってめっちゃ洗ってきたね。やばい待ってすごいもう重なってる。非常に神セブン神セブンぐらいいるんじゃない今。スカワさんモフ猫キッス玉ありがとうございます。猫ちゃんスクショしてせっかくだから、ちょっといらなかったら消しといていらない人はしないでくださいね。ありがとうございます。実家の猫が常に荒ぶってるから猫カフェの猫ちゃんは穏やかな確かに荒ぶってるんだちょうどママがいた頃は問題になってたよね。ああ確かに。でもあの私が行ったところは別に普通っぽかったけどね全然。え本当だーやばい。ちょっと待って、結構ドキドキしてきたすごい2位と15万差なんてねえ。ちょっと待ってねえねえねえ投げすぎ、ちょっとダメダメやめてやめて。スカウさんねえねえブリーダーになっちゃう、まあ、猫ちゃんモフ猫キャット、あキャット、まあいいや。ありがとうありがとうございますダメダメもう重なりすぎてもうすごいんだから猫が。すごくないか本当に。マジでマジブリーダーになるから、まあこのままだと
すごいからあの渋谷でめっちゃいっぱい首輪つけてさ、渋谷とかあの表参道とかでめっちゃ散歩してる散歩してる人みたいになる。あれペットホテルの人なんだってね。私めっちゃいっぱい飼ってる人だと思ってたの最初。たまに TikTok とかで流れてくるんだけどさ、だからあの本物を見たことあるの。本物っていうかあの実際にも見たことあって、表参道とかが名前が見たことあるの。いつもね外国人にめっちゃ囲まれてめっちゃ写真とか撮られてるんだけど、すっごいいっぱい連れて、ほんと10匹とかそんくらい連れてこう紐持って歩いてる人がいて、であの一番最初は多分まあもうなんか SNS かなんかで回ってきてみたので、何これと思ってて、実際見たらやっぱいっぱいこう繋いでる人がいて、わすごーって思ってさ、いっぱい飼ってるんだなーって思ってたら、どうやらそのペットホテルとかなんかその預かりサービスをしてるところの人で、あのそれでお散歩に行ってるみたいな感じみたいで、そう、まあワンちゃんたちもねお散歩できるし、お店の宣伝にもなるしでいいよね、話題性あるしね。としのりさんハートありがとうございます。タムヒロさんレインボースターありがとうございます。そう、紐とかね全然絡まってないんだよね、すごいよね。でもなんか絡まってそうな時はねお兄さんとかこうやって一生懸命やってたりとかするけど。あ、みっちさん掛け軸ありがとうございます。しんいちさんグッドありがとうございます。あとタワー5本で今日1位になるけど今悪い必要ないか、うん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 、そうだね、ありがとうございます本当に。パピコさんこんばんは、みんなありがとう。スカーさん本当にありがとうございます。そうだね本当にそうなの、今ここでさ抜いちゃってもさ後が大変なことになるだけだからさ、ありがとう。めっちゃラブリーな壇上もブリーダールーム。シュウケンさんキスマークありがとうございます。ありがとう。ペットショップまうまう開店です。こうして現実的にトップ見えてくると、腎臓売るな売るな、取っとけ取っとけ。パピコさんキスマークありがとうございます。2個あるから1個じゃないよ、ダメよ。腎臓大事よマジで本当に。私ね腎臓に疾患ある系なんで、疾患っていうかまあそんななんか重病ではないんだけど、そう悪化するとねなんか難病指定になるらしくて、そうやばいよね、ウケるくない全然あの支障ないんだけど、そうなの、腎盂炎っていうのにねなるらしい。危ない危ない、あやけるさんモフ猫キッスタワーありがとうございます。ありがとう。レインボースターもありがとうございます。ハピコさん流れ星ありがとうございます。天使さんハートありがとうございます。そうそう結構真面目にそうなの、やばいよね。だからあんまり味濃いものとかさいっぱい食べれないんだけど本当は。そうまあ今のところは無事なんでご心配なくって感じなんだけど、パピコさん流れ星ありがとうございます。心臓捧げんな、せめてあやちゃんのために捧げたらこうやって、うん、せめてね。あー腎臓の数値が悪くなってきてるかもしれない。やだよね、怖いよね。内臓ってさなんか常にさ目に見えてるものではないじゃん、だから分かんないから怖いよねせめてね、せめてあやちゃんに捧げな。トキさんこんばんは。いや心臓山分けとか聞いたことないよ、なんでそんななんか歳末セールみたいなやめてくれる。としのりさんハートありがとうございます。やめてやめて、急になんかその上半期終わるんでじゃないのよ、サマーセールじゃないのよ
やめてもらっていいですか。1位までタワー3本まで来た。みんな落ち着いて本当にね。すごいありがとう。泣いちゃう。婦人科系の爆弾を抱えて生きてるかな。内臓さんと仲良くしたい。わかる。でもさ、私なんか病気じゃないけど、私も結構婦人科系多分まあまあ問題児だから。わかる。やだよね、なんかそのさ、もう女だからみたいなのね、マジでやだよね。あ、確かに心臓も部屋4個ある。確かに、なんかあの理科生物かなんかの時に描いたわ、イラストまだ残ってる多分実家に。トキさんラブレターありがとうございます。ヤンロクさんこんばんは、久しぶり。元気、子供っちは元気かい。キスマークありがとうございます。トシノリさんハートありがとうございます。トキさんお手紙ありがとうございます。腎臓1個取ったけど割と普通に、そうそう、だから1個は平気なんよ。だからそういざという時があるから、1個だったら大丈夫かじゃないよ。どんぐりさんこんばんは、お手紙とキスマークありがとうございます。ありがとう。ラーメンとチャーハン食べる、いいね、中華セット、ラーメン定食最高やん。最高やん最高やん。あー右心室、あーそうかも、そんなんだった気がする。何年か前まで100キロ超えてたから内臓組んで、それはなんかさ、そう、それ聞いてびっくりした。すごいダイエットしたんだよって教えてくれる人、言っていいんかな、ごめん。そう教えてくれて、そうなのとか言って、全然想像つかないっていう話をねした、実は。ちょ、俺言っていいか分かんない、ちょ言わないでね、言わないでねとか言って、こんなとこでめっちゃ言ってんの。としのりさんハートありがとうございます。やばいよ、待って、2位なんだけど、やばい、どうしよう。須川さん掛け軸ありがとうございます。ちょっと待ってくれ、嬉しい、もう泣きそう。マジでありがとうございます、本当に。じゃあこの間なんかその話になったんよ。ごめんね、全然悪口とかじゃないから、褒めてた、褒め言葉。ファンタンさんこんばんは、トキさんキスマークありがとうございます。今日最終日じゃない、明日まだ3枠あるから、3枠あります。明日は30分が2回と、あとあれ最後カラオケ、楽しみ、マジで。裏で褒められてるの悪い気しない。そうよ、なんかね、なんか部と部の間の休憩かなんかだったような気がする、確か。としのりさんハートありがとうございます。結構みんなの話してるからね、うちら今日誰々さんいるねとか、そう。稲見さんこんばんは、シンクレアさんレインボースターありがとうございます。明日多分仕事終わらんから頑張って、ありがとう、お仕事ファイト、ありがとうね本当に。そう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 、あれってまゆちゃんのファンとかね聞かれるよ。そうだよって言っていつも配信とか来てくれるんだとか言ってね、言ってたりとかねするんですよ。ケロタンこんばんは、確かに表で言われてたらね、お世辞の可能性もあるけど、裏で言われてるが自分、本当にそう、結構ねみんなの話してるよ。10キロ減量しようと宿泊してるの大丈夫、いや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 、あのねマジで5キロとかでも大変だからね、落とすのって。
としのりさんハートありがとうございます。あと2分ありがとう。みんな本当にすごいラブリーな感じになってるよ。ありがとうございます。そうだね、多分抜かれると思うけど今夜でいい日につけた。ありがとうございます。ファンタンさんバラありがとうございます。マンポンさんこんばんは。そうだよね、あの多分私よりね終わるの遅いと思うんで、あの今3位の方ね、もう本当に誤差なんでまだね、あのポイントが。そうだからあれだけど、でもここまであのね縮めたというかさ、もう抜けてるっていうのがもう大きいんで。ハトさん、認定員さんこんばんは。ファンタンさんバラありがとうございます。ミッチさんリップありがとうございますね。明日までとりあえず楽しんでいきたいと思います。明日最終日、最後まで楽しんでいきましょう。皆さん今日もありがとうございました。本当にたくさんありがとう。また明日お会いしましょう。ゆっくり休んでください。としのりさん流れ星ありがとう。じゃあまた明日、おやすみ。ありがとう。パピコさんだるまありがとうございます。ケロタンハートありがとう。またね、おやすみ。めっちゃ喉鳴った。